は1215年から1624年までスリランカ北部に存在した王国首都はジャフナ半島のナルワジャフナ王国の起源は13世紀初頭にインドのカリンガ国からスリランカに侵入したカーリンガマーガ王とされる王国はスリランカ北部北東部それに北西部にて権力を確立するも1258年には 南インドのパンディア・アサに従属を強いられた。しかしパンディア・アサの分裂とハルジー朝のマリク・カー・フールのマドゥライ攻略により1323年には独立を回復した。14世紀初頭から中盤にかけて、ジャフナ王国はスリランカにおける最大勢力となり、他の国々をその参加に収めた。しかし次第に、凍って王国が台頭するようになり、1450年頃には、 逆にその支配下に入ることとなった。こうって王国の支配も長くは続かず、1467年には再び独立を回復、ジャフナ王国は繁栄の時代を迎えることになる。この時代は多くのタミル文学が生み出され、また言語の発展のための学院も含めたヒンドゥー寺院が建築された。1505年には新たにポルトガルがこの島に上陸。 内陸の新原小王国と南インドをつなぐ戦略上の要であるポーク海峡に政治的な問題が生じるようになった。多くの王はポルトガルの脅威にさらされながらも最終的には和平を結ぶことに成功した。しかし1617年、王位を奪取したカンキリ2世は再びポルトガルの脅威に直面するもこれに敗れ、王国は1619年に滅亡した。 その後もタンジャーブールナーヤカーサの支援を受けたミガプルラクチが反乱を起こすなどしたものの、それらも失敗に終わり、ジャフナにはポルトガルの支配が確立することとなった。ありがとうございます。